はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はですね、先日モデル撮影をしたんですけれども、その様子をお見せしたいと思います。iPad Mate Kids のテラコヤをですね、こんな感じで撮影ができる、スタジオ撮影ができる場所に改装して、ライトとかめっちゃ置いてですね、モデルさんを何人かスカウトして、こんな感じで撮影をしました。で、今日はこの撮影した様子だったりとか、あと Lightroom Classic っていうアプリで写真のレタッチとかをするんですけれども、そのね、Lightroom Classic の AI 機能とかがめちゃくちゃすごいので、今日はそれをちょっと紹介していきたいと思います。あーって言って、ここ向いて、で、今回の撮影なんですけど、今私 NFT をね、頑張って作ってまして、それを4月にね、また新しい NFT コレクションを出すんですけど、そのための制作っていう感じです。で、今回はこんな感じの写真、ポートレートがテーマなんですけど、この写真に上から iPad でイラストを描いていくっていうような、クリエイティブにしていく予定です。おーにしようか。おー、あ、それ。ここで、ここ見てください。おーです。おー。火を消す。うまい。OK。バッチリです。で、今回のね、クリエイティブ、本当に力を入れてて、もう今までのね、アミティ先生の培ってきたスキル、iPad だったりとかデジタルアートの文脈で学んできたものも全部詰め込んだクリエイティブにしようと思ってます。で、今回のその制作の裏側だったりとか、この写真撮ってるところからイラストの作り方、あと NFT にするまでのプロセスだったりとかはですね、全部この YouTube で出していこうかなと思ってるので、発売日が4月の14日なんですけど、その4月の14日までね、いろいろ YouTube 出していこうと思ってるので、ぜひね、楽しんでいただければなと思います。こんにちは。こんにちは。授業どう？楽しい？楽しいよ。 iPad 楽しい。よかった。何が好き？プロクリエイト。プロクリエイト一番好き。一番好き？何の授業が楽しかった？覚えてる？何やったかな。ぷくぷくのイラストとか、クリスマスの。ぷくぷくのやつ面白かった。クリスマスが一番楽しかった。OK。じゃあ、そういうのいっぱいやっていくね。もうちょっと頑張ります。ソラくんっていう名前ですね。 iPad Mate Kids の2期生なんですけれども、イタリアと日本のハーフで、もうめちゃくちゃかっこよかったですね。もう顔が出来上がりすぎててすごい。もうね、本当モデルいけますね。なんかモデルとかやったことないみたいなんですけど、本当にめちゃくちゃね、モデルの才能あるので、ぜひ興味ある方、概要欄にソラくんのリンク貼っておくので、ぜひ連絡してあげてください。それやろう。あ、いいね。うん、やってなかった、そういえば。あ、そうね。あ、そう。うまいんだけど。ちょっとやばい、うまい、ね。ちょっともうファッション雑誌じゃん。あ、いい。いいね、ここ見てね、ここ見て。足も？うん、足はない。足はでない。あ、顔こっちだな。顔こっち。目だけここちょうだい。目だけここちょうだい。あ、かっこいい。OK です。はい、で、続きまして女の子の撮影ですね。女の子も iPad Mate Kids の2期生のナナちゃんっていう子にやってもらいました。じゃあ今日はですね、ナナちゃんがモデルに来てくれました。チラはい、ナナちゃん、じゃあマスク取ってください。はい、かわいい。じゃあナナちゃんと今日はですね、一緒にモデル撮影していきたいと思います。ナナちゃん、準備 OK？ じゃあやっていきます。そしたら藤井先生が、あーとか、いいとか、うーとか言うから、一緒に真似してみて。じゃあ、びっくりしてください。ななちゃんもですね、もうめちゃくちゃ可愛かったですね。こんな感じで、ちょっとポップで可愛い感じのポーズをね、みんなに撮ってもらってるんですけれども、こう決めた顔というよりかは、ちょっと驚いた顔だったりとか、なんかすごい悲しんでるとか怒ってるとか、すごい感情豊かなこう表情をですね、撮ってもらうような感じでディレクションしてます。日が出てきて、ふって消してみて、ふって日が出てきてるの。うまい。そう、うまいよ。ななちゃん、うまいですね。じゃあ、ここから爆発したもん。びっくりした。あー、最高。あー、綺麗。かわいいよ、かわいい。いい感じ。
で何人かのモデルさんにこんな感じで同じポーズを取ってもらうようにお願いしてて、例えば手の位置だったりとかを、全く同じ、顔とかは違うんですけど手の位置だったりとか顔の角度とかは全く同じで撮るような、構成にしています。というのもこの上にですねイラストを描いていくんですけど、そのイラストっていうのは、みんな同じイラストを乗っけていくんですね。例えば違う写真、違うモデルの撮影した写真なんですけど、イラストはこんな感じで同じタコを上に乗せていくっていう感じです。これをですね何枚も何枚も描いていって、で機械で合成をかけると一気になんか3000枚とか1万枚とか、発行できるんですけど、それを NFT のジェネラティブって言います。でそのランダムで合成した時にいい感じになるように今写真を撮ってるって感じですね。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイバイ。はい、ななちゃんありがとうございました。もうめちゃくちゃいいモデルさんをしてくださいました。はい、で続きましてですね、女性と男性いきますね。大人はですねもうどちらもプロのモデルさんを頼みました。で彼女はあさこちゃんって言います。29歳、私と同い年ですね。フィットネスモデルを普段されてて、イギリスと日本のハーフで、もうバリバリキャリア女子ですね。もう素晴らしい。めっちゃかっこよかったです。そんな感じでちょっと共通点がですね今回いっぱいあったので、ぜひっていうことでお声かけさせてもらったんですけれども、やっぱりですねもうプロのモデルさんは違う。もうカメラ向けた瞬間キッてもうめっちゃかっこよくなって、全然違う人みたいになってですね、あすごいなって思ったんですけれども、はい、あさこちゃんにもたくさんポーズを撮ってもらいました。彼女もモデルさんなので、ぜひ概要欄のところからですねリンク飛んでみて見てあげてください。で彼女にも全く同じポーズですね、そらくんとななちゃんがやってくれたポーズと全く同じポーズを撮ってもらってます。はい、で最後、男性モデルですね、ロクさんにお願いしました。彼はですねNFT のクリエイターなんですね。そこで知り合ってで仲良くさせてもらってるんですけれども、 NFT クリエイター兼モデルもされてる方ですね。京都に住まれていて、本当に今 NFT 界ではめちゃくちゃ活躍されています。多分 NFT 界で知らない人はいないっていうぐらい、ジャンキーズっていう NFT コレクションをされてるんですけど、よかったらねぜひ見てみてください。こういう感じの可愛いジャンクフードをですねテーマにしたキャラクターみたいなね NFT コレクションをされてます。でロクさんのね撮影の時だけなぜか音が入ってなくて、こんな感じでもう完全に無音でしたね。もうやってしまいました。マイクが外れてたみたいで全部音が入ってなかったっていうね。そのロクさんにどうやったらこの NFT コレクションを成功するかとか、あとこの NFT 自体どうやって作ってるのみたいなのを聞いたコラボ動画を撮ろうと思って撮ったんですよね。だけどそれ全部音入ってなくてショックすぎてですね、2日ぐらいちょっともうぼーっとして、本当にごめんなさいって言ってロクさんに謝ってですね再撮してもらえることになったんですけれども、はい、今度はねちょっと音をしっかり入れて撮影したいと思います。はい、iPhone で撮ったやつね、音入ってるやつがあったので、こちら最後どうぞ。タコの足が、あ、タコが、うん、これタコなんですよ。そう、これがまさにタコでね、タコ使う。この辺になんか出てきたみたいな。おーおーおー、オーケー、びっくりびっくり。おーおー、いいですね。うわー、わー、最高最高。いや、今の撮ってる
はい、ということでですね、こっからレタッチと修正やっていきます。場所変わりまして、私のお家ですね。いつも動画編集をしているところなんですけれども、はい、ここでちょっとライトルームクラシックっていうアドビのソフトを使ってですね、写真の選択だったりレタッチをやっていきます。まずね、写真を選ぶんですけれども、多分4人の撮影で1万枚は、はい、撮った気がしますね。ひたすらシャッターを押してたので、それをまあ1人10枚ぐらいまで絞り込むんですけど、それがめちゃくちゃ大変でしたね。はい、で同じポーズの同じ角度のものを選ばないといけないんですけど、それをまた探すのが大変で、今左側にソラくんの写真をね置いてるんですけど、ソラくんのポーズとか顔の角度がターゲットで、でそれに似てるものを他のモデルさんの撮影のやつで選んでいくっていう感じです。で、まあ、この写真の上にですね、イラストを乗っけていくんですけど、さっき見せたタコだったりとか、なんかロゴが来たりとか、イカが来たりとか、卵が来たりとか、いろんなものを描いていくんですね。で、まあ、どういう絵が来るかっていうのを、この段階でなんとなく想像しながら、考えて選択しています。で、このジェネラティブなんですけど、全部で1810枚出します。iPad ですね。1810で iPad の語呂合わせなんですけど、次の動画でですね、イラスト制作をお見せしていきたいなと思います。で、ちょっとね、ライトルームクラシックの一つ、すごい機能をおすすめします。AI の被写体選択っていう機能です。これ今、ソラくんの撮影画像で、いいやつをですね、ピックアップしたものなんですけど、例えばこれ、撮りっぱなしだとこういう感じの、ちょっと暗いので、まあ、ここでね、右側のパネルのところですね、ここで明るくしたりしますね。あと、色味調整できるんですけど、この下のところに行くと、サイドとか色相とか輝度とかあるんですけど、例えばこれでサイドのところですね、パープルのところをこうスライドすると、服のところだけがサイドアップしたりしますね。ここでなんか私はこの輝度のパネルのイエローをこう持ち上げたりすると肌がちょっと綺麗になったりするので、ここで調整したりします。で、これのすごいのがですね、この上の右上のこの選択、マスクのところですね、マスクのところを選択して、この中に被写体を選択っていうボタンがあるので、これ押します。で、そうすると AI がですね、勝手にこの被写体だけを選択して、こんな感じで、ソラくんだけを選択してくれるんですよ。で、ソラくんだけを選択して、ソラくんだけをこう明るくしたり暗くしたりっていうのができるんですね。で、例えば、後ろ側の白いところがちょっと暗いので、後ろ側だけを選択したいんですけど、その時はこの被写体のところの、これをですね、右クリックして、反転、複製して反転、これ押します。そうすると、これ次がですね、背景だけ選択したのが出てくるんですよ。こっちの下の方は空くん選択したやつですね。上が背景選択したやつ。で、背景選択したやつをタッチして、で、ここでまた明るくしたりとか、シャドウですね。シャドウをすると、この下のところですね、明るくなったり暗くなったりするの分かりますか？ここで調整して、色味を調整しましたね。はい、これがビフォーとアフターですね。左ビフォーになります。かなりこのお肌のところだったりとか、全体的に明るくなって綺麗になったと思います。で、これをですね、今調整したやつ7番のやつですね。7番調整したんですけど、他のやつも全部同じ調整をかけることができるんですよ。これを選択して右クリック、で、現像設定のところの設定をコピーっていうのを押します。そうすると、今色調整したやつが選択されて他のやつにもコピペできるんですけど、この時にここの右上のここですね。マスクっていうのやつですね。これどっちも選択してください。で、この状態でコピー押します。で、他のやつを選択します。で、右クリック。で、この中の、さっきコピー押したので次、設定をペースト押します。はい、そうするとですね、こんな感じで色綺麗になったの分かりますか？はい。で、これはですね、さっきマスク選択したじゃないですか、被写体選択。ここもう選択されてるんですよ、勝手に。全部選択されてます。他のやつも見ましょうか。じゃあこれも選択して現像行くと、ここもマスクも作られてるんですよ、勝手に。だからマスク作ってそれを反転して、で反転したところの色調整したっていう加工がですね、もう全部コピーされて、でそれが全ての画像に適用されてるっていう感じになります。もう本当に便利ですので、これね、大量に撮影する人、ロー画像をですね、撮影して編集する人は、これめちゃくちゃ時短になっておすすめですので、ぜひ使ってみてください。
はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ぜひこれからもですね、ちょっと NFT ジェネラティブの制作風景見せていきますので、4月14日楽しみにしておいてください。で、この NFT 買うにはですね、ちょっと購入チケットをゲットする必要があります。で、購入チケットは iPad Mate の Discord っていうところで配布してますので、その Discord のリンク概要欄に貼っておきますので、そこに入ってきてください。そしたらですね、NFT 買うためのチケットみたいなのを配布してますので、それゲットできたら、購入できるような形にしようかなと思ってますので、そんな感じで当日までによろしくお願いします。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。